台風20号と発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。現在の台風及び熱帯低気圧の様子、気象衛星、日前の方から見ていきます。こちらの方を見ていきますと、まずはですね、フィリピンの西側、あ 南シナ海に中心を持つのが、こちらが熱帯、失礼しました。台風20号という形になります。それからマリアナ諸島付近にある雲の方、だんだんとまとまりつつあるところですが、こちらの方が熱帯低気圧といった状況となっています。で、こちらの方ですけども、まずは台風20号になります。台風20号ですが、24日21時現在、南シナ海にあって、西の方に進路をとっています。大型で、西に15キロ積んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル。最大風速は23メートル。最大瞬間速は 35メートルですこのままずっと西の方に進んでいくんですがその後、また一旦南に変わりさらにまた東に進路を取ってくるといった状況になりそうですね29日の21時には南シナ海を東に進む形となって最大風速が25メートル最大瞬間風速が35メートルということでセリグの方あまり変わらず再びフィリピン付近に接近する可能性があるといった状況です。でこちららのの方方はフィリピンの方に現在いらっしゃる サポーターの方からいただいたウェザーリポートになるんですがフィリピンのマニラ市内になるかと思うんですけども冠水しているような状況となっているでこの状況がまだしばらく続き再び台風の方また戻ってくる可能性がありますそうなると、このいった被害の方拡大する可能性がありますので十分注意をしてください続いて熱帯低気圧に関する情報です 大低気圧の方ですけども、24日21時現在、こちらの方はマリアナ諸島付近にあって、西に2 0キロを積んでいます。24時間後の25日21時には、すでに台風に発達しているといった状況です。その後、だんだんと進路の方は西の方に進んでいくといった形となります。29日の21時には、沖縄の南に達するような形となって、西北西にゆっくりと進んでいるものとみられます。中心気圧が985ヘクトパスカル。最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。 でこのタイミングで実はは北北のの方には北見前線が停滞すするとといった状況となりますこの熱帯低気圧が変わった台風そこから送り込まれる湿った空気によって前線活動が活発となって大雨となる可能性があるので最新情報を必ず確認するようにしてください以上台風20号および発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えしましたまた詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください